MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。極寒の TM サーキット和歌山にやってきております。つい先日まで T シャツでやってたような気がするんですけども、今日は寒くてもう真冬の格好しております。で、まあ、そんな中ですね、明日年内最後となります月例レースですね、ここのサーキットで開催ということで、今日は土曜日なんですけれども前日練習、まあ、いつもの青潤さんもいます。おはようございます。おはようございます。どうもです。まあ、最近はピットレポーターとしてかなり頑張ってくれてますけれども、はい、今日もまたやってくれますか。やりましょうか。あ、ね、やりましょうか。はい、またよろしくお願いします。はい、お願いします。そしてここにですね、おっといらっしゃいます高前さん、おはようございます。はい、おはようございます。もうプロ MC です。いやいや、前田さんには言われたくない。いや前田さんのそんな先輩差し置いて何をおっしゃいますか。いや、何をおっしゃいますやこの押し付け合いです。はい、明日レースありますけど、高前さんは、はい、出場されますよね。はい、もちろん出ますよ。TC2 と、はい、タミチャレと、はい、タミチャレと2カテゴリー出ます。で、私は TC1 と TC2 に出ようと思ってますんで、うん、お互い被ってないってところがありますよね。ありましたっけ。TC1 出られないんですよね。出られないですね。はい、出ません。喋ってもらいます。ちょっと待って、今決めましたね。今決めました。マジですか。やっぱ聞いてみたいですよね。もうね、僕なんかもうそんなお耳汚しになるだけなので、はい、高前さんといえば、うん、ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、うん、実写レースの世界でのプロ MC として、各サーキットで喋ったり、あとはこれいろんな放送局で、放送局でも喋ってはりますよね。モータースポーツだけじゃなくて、はい、いろんなスポーツ喋ってます。全般を喋ってはるということで、ありがとうございます。ですよね。はい、よろしくお願いします。お願いします。そんなところだけじゃなくていろんな人いますので、また、はい、ぜひまた直庄さんも、はい、今日今回はね、盛りだくさんで、はい、はい、はい、ということで、おはようございます。おはようございます。雨ですね。なんで？そう、マジで雨です。いつどこで？雨です。お、降ってる ね。なんで？なんで？予報士。いや、誰も聞いてへんで、そんな予報士。マジ言ってたやん。いや、まあ。打っててやる。誰よ。知らんけど。知らんけど。いや、ほんま困ってるんですよ、今。ね。ということで、この時間を利用して、TM サーキットの月齢ですの。突撃ピットレポートを刊行したいと思います。おなじみのラオジュンリポートで、多分ね、雨やむまでに2時間ぐらいはかかるかと思うんで、ね、これね、だいぶかかりそうやもんね。たっぷりと撮ってきていただきたいと思いますので、ちょっと行ってまいります。はい、頑張ってー。それではスタート。いってらっしゃい。さあ、 TM サーキット、月例レース、開始直前のところでこの急な雨、どないなってるんでしょうか。これ相当降ってます。これ今日はもう壮行会だけになっちゃうのか、まあ、この後の展開ね、できればやりたいんですけどね、レース、それでは、ぼちぼちと、TM サーキットの様子を。さあ、今日は結構ね、人も来てますね、来てますね、来てますね。さあ、こちらは龍馬の RCTV だっけ。おっと、全日本、オープンクラスのチャンピオンの、吉田龍馬。イエス、グッモーニング。グッモーニング。お、グッモーニング。はい、どうですか今日は。いやー、まあいい感じやったんですけどね。雨ですね。雨ですね、はい、誰のせいですか。これは前田さんちゃう。前田さん、そうやね。なんかデタラメ予報士、デタラメ気泡予報士、あのさん腹言ったからね。あのさん言うてもうた、はい。まあ、とりあえずね、天気良くなってレースやりましょう。はい、パピー、はい、
おはようございます。BMW BMW パピー。もう今ねラジコより車の方が楽しくてね。ですよね。わかります。わかります、ね。僕も、まあ、今日も手震えるんでね。ね、この後ね、はい、バッチリ収めたいと思いますね。はい、前田さんの後ろついていきますんで。頑張りましょう。とりあえず雨やめ。そうですね。こちらは、チームオネストの面々でしょうか。あですね、島かチームオネスト、後頭部しか売ってませんがグッチ賞グッチ賞、はいはい、何してるんですか今。お坊さんのチェックです。お坊チェック、お坊チェック、お坊チェック、お坊チェックです。お坊チェック、マシンチェック、マシンチェック、お坊チェック、なんか不具合ありましたか。いやないです、完璧です。お完璧です。完璧。完璧です。完璧もらいました。あとは人間ですね。あとは人間。そこ大事。さあ、TM サーキットはね、タミヤ社ではなく、ね、チームオネスト面々もいてはるので、シュマッカーのね、マシーンも見てもらえるということで、万全のサポート体制ということですね。さあ、こちらの、なんか半分坊主、半分ロン毛の、おっと、こちらあれですね。TM サーキットのドンですね。ツボン選手、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。このマシーンはオーソマーティ…あれオーソじゃない。はい、メンテしてます。メンテ、はい、誰のマシンですか。総一郎のです。このいつさあ、チーム、ゼロタイム池田総一郎選手、はい、おはようございます。おはようございます。ツボン先生、何させてるんですか。なんかちょっと朝の練習走行でぶつかっちゃって壊れちゃったんで直してもらってます。おっとおっと、全日本チャンピオン TM の壁の餌食。確かにね、ドーンって言ってたんでね。おっと、サスピン、サスピンチェック笑とります、笑とります。サスピンあんま感想するこのつけ、おはよう。おはよう。お、来週はね、タミチャルファイナルやんけ。頑張れよ。頑張ります。お、チーム TM のポイント稼げよな。後ろのお兄ちゃん勝手に稼いでくれるから。コウノスケのポイントがあれでチーム戦には重要なんで、分かってんな。頑張れよ。さあ、お店の様子でございます。コートチームオネスト小田選手、そして、大野市長さあ、TM サーキットはこの、オリジナルビスをはじめアクソン、パーツ、インフィニティ、そしてタミヤ、シュマッカーと、まあ、TM サーキットで流行っているマシンのパーツはもうよりどり緑ということで困ることはないということで、そしてコントロールタイヤのラッシュ、じゃあもうね、あの切れることなくいつでも新品タイヤ投入できます。来週もね一緒に曲がってるやろ、はい、行きますけどどうも、ちょっと手掛けます。ナオズには負けへんで大丈夫、勝負場いや、まあ無理ですけど、ツボンさん早いですから。さて、先ほどまで降っておりました雨がですね、ようやく止みまして、上空青空が戻ってきました。ただ、まあたっぷり降りましたので、まだびちゃびちゃなコースをですね、皆さん思い思いに雑巾を使って吸ったり、吹き飛ばしたりということで、協力し合ってですね、コースの復旧レースをスタートさせるための準備頑張っております。まあ、こういうのもね、アウトドアサーキットではつきものということで、仕方がないというところなんですが、まあ、すぐにでも始められるようにみんな頑張ってますんで、この後、しっかりとコース整えてレース始められるんじゃないかということで、私もですねちょっと今手を止めて、撮影しておりますけれども、引き続き水を吸い出す作業頑張っていきたいと思います。